はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は10月の5日金曜日、時刻の方は12時9分です。見えるかな？ピュー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 。はい、今日もね、元気よく行きましょう。そんなわけでね、iVideoのででーん、はい、世界 Wi-Fi がもうね、11時前に届いてた。はえー、いつもさ、これこれ猫ポスヤマト、だいたいね、お昼過ぎ頃に入れるんだけどね、今日気合入ってるね、メイトさん、すげえな。それかあれかな、社員の人が、あれかな、こうやってたのかな。まあ、人によって違うんだよね。パートさんが配達する場合もあるし、社員がやってる場合もあるしね。今日めっちゃ早く着いた。びっくりしたんだよ。今日2本の動画を午前中撮ったんだけど、で終わってもう取りに行ったらもう11時前頃にあったんだよ。あ、もう届いてる、ウィーッって。で今ご飯食べ終わって、で今日はお昼にね、2本上映があるんだけど、もうすぐあと5分後ぐらいに始まるんだけど、とりあえずこっち最優先で情報待ってる方が多いのでね、これ今から開封したいと思いますね。届いたよ。はい、猫ポスでね、届きます。いいよ。よっしゃー。ね、はい、そんなわけでね、このようにね、はい、中身がね、このようになっております。そしてね、レターパックの中に入ってきてる。今までとちょっと違う。あ、汚ねーのできたなー、これ。うわぁ、おじアレルギーだから勘弁してよ。汚ねーのできたな、これ、ボロボロできたの。ほら、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 うわ、汚ねーのできたな、これ。世界 Wi-Fi で海外だから、どうせ海外持ち出すから、汚ねーのでいいだろうって。おい、これいくらなんで、これ、iVideoさん、頼むよ。やっぱこういうのさ、第一印象って大事だよ。リピート来るかどうかのかかってくるよ。これさ、これ汚ねーの、これちょっと、もうそろそろこれ、交換した方がいいよ。こんな100円もしないような、こんなのあれでしょ、どうせ現地から20円、30円ぐらいで入れてくるんでしょ。もう十分元取ったでしょ、これ。そろそろもうやめようよ、これ。やっぱね、第一印象。会社のイメージだからね、やっぱね、大事だよ。もうここまでくたびれたのやめようよ。はい、じゃあそんなわけでね、ちょっと中身を見ていきたいと思います。よいしょっと。はい、では端末がね、でかでもこれね、説明書あんのかな、ちょっと待って。これが、あ、これはね、あったらしいね。まだピッカピカだね、これね。はい、これが世界 Wi-Fi、87。ちょっと待って、先、これと、それから、よいしょ、はい、このね、この USB と、それから、よいしょ、このね、このコンセント、ね。そして、よいしょね。はい、ペラのね、マニュアル、ね。これがあります。うわー。で、よし。はい、そんなわけでね、今から紹介していきたいと思います。それでね、この返却用のこのレターパックは、ちゃんと返却先がね、まあ、このように貼り付けられていますね。それで元気なおじいは、この到着した時のこの差出人 iVideo ね、ここの部分切り取って、こっちの差出人にしてやってる。これ前のぞみ Wi-Fi がね、よくレターパック同封するときにね、差出人も受け取り人もね、のぞみ Wi-Fi のこう貼ってある状態でね、おじいのとこ一回届いたことがあったんだけど、それが一番確実なんだよね。何か事故があっても必ずね、持ち主のところに帰ってくるっていうね。うん、まあ、もともとこれそうだよね。レンタル Wi-Fi だからね、持ち主に。で、あとこの品名のところに、レンタル Wi-Fi のね、型番書いておいて、
でないとね、このあの荷物番号があるんだけど、これはもう自分がこれで返却する専用の番号として登録されてるので、あの iVideo はこの荷物番号を見て、あの追跡してね、でレンタルの、あの返却日になったらもう受付してるかなどうかなって、これをね追ってチェックしてます。それで荷物の発送になってなかったり輸送中になってなかったら、あの延長としてみなしますよっていうね、そういう処理になりますね。まあ、これはちょっと置いといて、なんかちょっと気のせいか痒くなってくるような気がするな。はい、じゃあね、肝心の、この本体もちょっと表汚れてるかな。ずいぶんこれ厚みがあるね、これすっげえでっけえんだけど、ちょっと待って、これルーターの使い方の説明書があるんだけど、これは今までのと同じかな。あ、一応ね、あ、一応専用で、ほら、やっぱりちゃんとね、この世界 Wi-Fi 専用の、オリジナルで作ってあるね。またあの同じやつそのまま入れたんじゃないだろうなと思ったんだけど、そこはちゃんとしてるね。これどうやって使うのかな。ちょっとお待ちください。電源ボタンが左上で、Wi-Fi キーが後ろにあるのかな。あったあった。あ、こっちが上か。そうだね。今までのレンタル Wi-Fi と使い方は同じです。この Wi-Fi の、名前があるので、Wi-Fi ネーム、電源入れたらスマホの方で、あのこの Wi-Fi ネームを探して、押したらパスワードを求められるから、それがこうやってあのちゃんと出てるんでね、こうして。これで言ったら Wi-Fi ね、アンダーバーの750077っていうのが認識したら、この下の Wi-Fi キーっていうのね、この番号を入れればあのペアリングすることができます。これね、でこれね、厚みがねすっげえでっけえよ。ここにあるのが今 603HW なんだけど、大きさ的にね、ほら一回りちょっと大きいぐらいかな。で厚みもこんなに厚い、ほらめっちゃ厚みがあるね。あの重たいよ、重たい。これあのなんかモバイルバッテリーぐらい重たいよ。これすげえ重たい。これ持ち歩でも、まあ、あ、そうか、これ大容量だからバッテリーがね、これあのすごいあるんだよね。ちょっと待って、今ね、あの花火さんがね、お疲れ様ってかね、お疲れ様、ちょっとごめんね、お疲れ様よいしょね。今もう始まったんだね。 おじいの今ね、あのプレミア配信が15分から始まる。今2分経ってる。で今花火さんがね、お疲れさんってことで、あのおじいいませんね、ちょっと待って、こんにちは、おじいいませんね。はい、そんだけどね、今あの花火さんがね、あの片方の方でね、お疲れ様です。でもう片方の録画の方で大ちゃんがね、こんにちはって来たから、今一応発火してたけどね、おじいはいません、ごめんね、ちょっとは見てるけどごめんね。そんなわけで、今最優先順位で皆さんが知りたいこのレンタル Wi-Fi の録画を最優先にしておりますね。はい、そんなわけでね、すっげーでっかい、ほとんどモバイルバッテリー、重さも大きさもモバイルバッテリーね。おじいが今、よいしょ、今ここで使ってる、よいしょ、今これ古いね、このモバイルバッテリーよりも厚みあるから、同じぐらいだ、ほら、1万ちょっとぐらいだかな、それぐらいのモバイルバッテリー、ほら、厚みが同じぐらい、ね。で、幅も同じぐらいだね。で、長さがちょっと短いぐらい、そんな感じでちょっと、イメージしていただければ、ね、じゃあ早速、お、ちょっと待って、お、あ、これ珍しいな、お、あ、違った、あ、びっくりした、ここあの充電する USB ここに挿すのかなと思って、おーと思って、これガチのパソコンにつなげるあれと同じじゃんと思って、
今これ何使ってるのと思って、普通の USB のおしめしなのかなと思ったらちっちゃかったから、あれと思ったらこの横についてた、多分充電するのこれだね、この横についてました、失礼いたしました、ね、これはあのなんかメモリ挿してなんか使えるんだねきっとね。で横にはボタンがありますね、おそらく電源ボタンがこれで、でこれなんだろう、音量かなんかかな、なんかこう選ぶやつだね。じゃあ記念すべき電源を入れたいと思います。いくよ。あ、ちょっと待って、よいしょ、ちょっと待って、これバッテリーあるかな、あ、あるね、一応ね、またね、うん、一応 iPhone5 を用意しました。いくよ。電源スイッチオン、長押し。ウェルカーム、ウェルカーム、はい、起動中、起動中、ね、で、お待ちください、ね、よいしょ、お待ちください。で、インターネットがどうのこうのね、ごめんね、ロジクールのカメラだからね、見にくいね、うん、これで、ちょっと待って、インターネット接続中、今ね、インターネット接続中ってなってます、インターネット接続中、さあ早く接続してくれ。これあのやっぱあれだね、あのグローカルミー U2 もそうだったけど、一番最初接続するまですげえ時間かかる。あ、なんか変わった、切り替った、切り替った、これでもう使えるのかな。でちゃんとこうあの、はい、このようにね、後ろにシールが貼ってある名前とパスワードがそのまま表示されるので、これはちょっと親切だね。でこっちの Wi-Fi を見て、ではい、 Wi-Fi7507、 あ、ここだね、この3番目のやつ、これ、ね、来たね。でこれを選んで、でパスワードを入れます。3382、ちょっと待ってね、3382の3076、3076で、よいしょ、さあこれでつながるかな。はい、来た、つながった、つながった。で今つながって、ちょっとこれね、本当はね斜めでこうやりたかったんだよ、おじい、このカメラを今日はあのこの手元とかも見えるようにでやったんだけど、ロジクールのカメラね、真っ白か真っ黒で、あの真っ白になっちゃって、電気消してももうどうにも調整ができなかった今日ね。なんかロジクールのカメラおかしいのかな、なんか最近めっちゃ調子悪いんだよ。で正面だと今真っ暗だから、明かりを思いっきり上げて、ソフト側の方で、それで今これで映ってるんだよ。後ろ電気ついてるよ。なんかねロジクール調子悪いんだよ、やばいぐらい。あ、電気消えちゃう、電気消えちゃう、ちょっと待って、どんぐらい使ってるか分かんないじゃん。じゃあ実際に今ここのところでね、つながってるので、ちょっとね、じゃあ速度検証一発したいと思います、ね、もう一個カメラ下げておけばよかったかな、ちょっと待ってね。で相模原、うん、相模原、さあ行くよ、速度検証行きまーす、速度検証行きまーす、行くよ。レッツ、あ、ちょっと待って、あのさ、これこっち持ってこようか、よいしょ、これでこれでいいでしょ、いくよ、はい、レッツゴー。
あ、なんか勝手にアップデートってなってるのかな。なんだろう。よいしょ。さあ、お、結構出てる？ちょっと待って。うわ、速度出るね。ロジクールのバカー、ピント合え、この野郎。ロジクール使い物にならねえな、ほんといつも。ちょっと待って。マニュアルでアプリ出さないと。ロジクールほんと使い物にならねえな、これ。もう、こういう、なんていうんだ、大切な時にさ、こんな使い物にならないと、おじも切れるよ、さすがに。ロジクール、クソ使い物にならねえ、これ。マイクロソフト見習いよ。もう、はい。そんなわけでね、ダウンロードが 20.9、アップロードがね、4.3 と出ました。そうだね。この数値はね、おじいのところで言うと、304ZT と 603HW のちょうどね、中間ぐらいじゃないかな。結構意外と出るね。快適だね、これね。はい、3本勝負でいきましょう。せーの、ぴょん。ブーン、おー、頑張る頑張る、うわ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 、頑張るね。ロジクール、使えねえなロジクール。なんだっけこれ、 C920 あるだっけ。ほんとロジクールダメだな。はい、アップロードがね 23.6Mbps でございます。でアップロードが 2.99 だから、まあ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 そんな変わんないね。よいしょ、はい、もう一発、ね、まあ本当他のものと比べて端末の要は個体差によるこの速度の差ぐらいだね。まあ304ZTよりいいかもしれないね。1日いくらだっけ、800円ぐらいだっけか。ピント合えよロジクール、使えねえなほんと。アップロードはなんかちょっと控えめだね。はい、2.94 と出ました。そんなわけで一応3回やったので、まあ、平均して元気なおじいの電波が悪いところでも 22.4 出ました。でアップロードが 2.9、 まあ3は出ないかなってくらいだね。まあダウンロードが20メガ平均ね、ということな、20メガオーバー平均という結果になりました。じゃあ今現在、この段階で、じゃあちょっと Y モバイルとかいろんなのをちょっと試してみようか。じゃあ今アドバンスモードで、じゃあ 603HW に切り替えてみましょう。はい、603HW に切り替えました。それじゃあね、同じ時間帯にね、同じ条件でやってみましょう。で同じ相模原でね、はい、じゃあこれも3本勝負いきます。ここにあるのは Y モバイルの 603HW です。さあ行くよ、せーの、トーン。グーン、あ、いい勝負だね。 Y モバイルといい勝負か。おい、ほとんど同じじゃん。でアップロードもまあ似たかよ。でも3メガ超えてるね。これはうん、いやこれグローカルに G3 だと思うんだけど、これもしかしたら Y モバイル回線使ってる、うん、なんかあまりにも似てるよね。ロジクール使えねえなー、ほんとロジクールダメダメだな。はい、22.6 ね、限りなく似てるでしょ。ロジクール、もうちょっと使い物になれよ。ほんと使えねえな、もう。はい、3.88MHz ね。上の電気ちょっと消してみようか。よいしょ。ね、
はい、それじゃあね、3本勝負でもう一回いきたいと思います。 603HW です。はい、グーン、下行くよ。はい、ブーン。さあ3回目、あれ3回目ちょっと元気ないかな。あれ20いかないか、いけ、あ、いった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 、20はいったね、かろうじて 20.6 で、アップロードが、おー、これなんかやっぱ調整されてるよね。いや限りなく似てると思わない、ね、このグローカルミー G3 だと思うんだけど、これ限りなく Y モバイル疑惑だねこれね。はい、もうほとんど似たような数字が出ちゃったね。はい、じゃあ次行きましょう。次の検証としては、よいしょと。はい、次はね、こちら行きましょう、ね。はい、安定がおすすめのサンマリオン ZT 行きましょう。で、603はね、ここぞ一発スピードが出るときもあるんだけど、出ないときは出ないっていうね。はい、これでね、今サンマリオンにつながりました。で、同じ相模原。ね、はい、じゃあこれもね、3本勝負行くよ。いい？さあ、行くよ。サンマリオン ZT。せーの。ぴょーん。さあ、来い。頑張れよ。意地を見せろ。サンマリオン、意地を見せるんだ。ロジクール使えねえな、もう。よし。さあ、20行ってくれ、サンマリオン ZT。うわ、お前の実力はそんなもんか。グーン。でも、アップロードがその分行くんだよね。うん、ライブ配信をしたりアップロードを使う方はサンマリオン ZT の方がいいでしょ。ほらね、全然違うでしょ。はい、1回目はね、15.1 メガダウンロード、アップロードが 9.28 となりました。ライブ配信ツイキャスをやったりとかね、フワッチやったりとかね、 YouTube ライブやったりする方はやっぱサンマリオン ZT の方がねいいと思います。はい、2回目レッツゴー。しゃくよー、グーン。さあ頑張れ。ロジクール使えねえな、ロジクール。マイクロソフトはもうとっくにあれだぞ、ピンとあるぞ。ロジクールほんと使えねえな。はい、 17.7 と出ましたね。ロジクールはピンと合わないからごめんね。ほんとダメカメラ、 C920R、 高いだけのカメラです。はい、アップロードがね 9.05 と出ました。はい、じゃあ3回目いきましょう。レッツゴー。はい、ブーン。3回目グーンね。まあ今の時間帯20メガは出ないんだけど、でもね16出るっていうことは、おじいのとこ大体10前後だからね、結構いい方だと思う。ロジクール使えねえぞ、ピント合いよ。ロジクール、ロジクールのウェブカメラは本当にピントが合わない、使えねえカメラだこれは。はい、でアップロードはね 10.1 になりました。はい、そのわけでね、カメラ戻しましょう。よいしょっと、ね、はい、よいしょ。ちょっとカメラの位置ずれたかな、こんなもんかな、よいしょ、こんなもんかな。これがギリギリで落ちるようにしてるんだよ、よいしょ。ほんとね、ロジクールピントが合わないダメカメラってググればすぐ出てくるんだけど、唯一の欠点なんだよ。画質はいいんだけどピントが合わないカメラで有名なんだよ、ロジクールはね。下のしょぼい安いカメラは手動だからね、オートフォーカスないからなんだけど、オートフォーカスはねマイクロソフトの方がいいよ。だマイクロソフトね、アプリを選ぶけど、でもいいよ、すごく。マイクロソフトの方がね、暗いとこも映るし、今使ってるアプリとの相性が悪いんだよ、マイクロソフト。だいやいや、これ使ってるけどね、ほんとピント合わない。もう一回違うマイクロソフトのカメラで検証は撮ってみるね。見てる皆さんもね、多分ストレス溜まると思うんだよ。ロジクールクヤーって感じでね。ロジクール、ほんとね、もう、なんでダメなの、ここが。はい、そんなわけで。ね、元気なおじいの検証では限りなく
このワインモバイルの 603HW とほぼ、ね、重なるぐらいの検証結果となりました。ソフトバンク回線のサンマリオン ZT はちょっと元気がなかったです。でもアップロードが出ました。で、アップロードダウンロード比較しても、この世界 Wi-Fi のグローカルミー G3 と、この Y モバイルの603HW、限りなく似ています。これ中身 Y モバイル使ってるんじゃないの疑惑だね、これね。で、1日500メガ制限、500メガバイトなんだけど、ちょっと待って、今さ、ちょっと待って、これ、これ世界ワイファイで3回、で、603HW で3回、で、サンマリオン ZT で3回、合計9回の速度検証したら、もう100メガバイト使っちゃった。1日で、500メガバイトです。マジかー、マジかー。そんなもん、そんな使っちゃうのか、やばいぞ、これは。で、もう一回ね、で、YouTube の画質が、どれぐらいで、見れるかね、快適なのか、今ちょっと接続して検証してみましょう。ちょっと待ってね。で、元気なおじいの今、よいしょ。ちょっと待ってね。おじいのね、じゃあこれ昨日のでいいかな。720p でアップしてやろうからね。はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は10月2日。よいしょ。画質こんな感じ。で、これがね、今ね、ちょっと音は絞るとして、音絞って、画質はね、綺麗に見えてるね。で、今ね、どれぐらいの画質で見てるのかというと、結構綺麗だな、ちょっと待ってよ。画質はね、自動設定で、はい、720p です。ね、だからね、まあ問題なく、もう速度の方も結構ダウンロード出てたからね、20メガくらい出てるから、まあまあ、YouTube 見るのはもう楽勝で見れるってことだね。うん、まあそんなわけで、今回、今これ皆様にお見せしてるのは、こちらの商品になります。ちょっと待ってね、今 iVideo のページ見せるね。よいしょっと。このね、ちょっと待って。よいしょ。今日はなんかね、パソコンの操作が思うようにいかない。よいしょっと。はい。iVideo のページがこうやってやったら、この日本 Wi-Fi のところね、これをね、一番下のところをね、見てみましょう。よいしょっと。ぐーんと。これがね、売上ランキングナンバーワンなの。ちょっと待って。うん、この売上ランキングナンバーワン、この表でそんだけ売れてんの、表からね。大容量ってこれあれでしょ、制限あるやつでしょこれね、3200円の100メガになったら速度制限がかかるの、これが売上ランキングナンバーワンなの。へー。で、501の容量無制限ね。これが3696円。まあ、表ではね、この値段です。おじいのまかないメニューからいくと3200円です。で、今これ 601HW ね。これは100ギガバージョンになります。これもね、3600円になっております。で、これがね、Y モバイル、おじいが今見せたね、603HW になります。表の値段では3696円なんだけど、まかないメニューから借りると2900円で借りることができます。ね、はい、そしてこれはね、502HW ね。これもね、3696円。これも Y モバイルです。まかないメニューから借りると、さらに200円安く、2700円でレンタルしています。長期割引も対応してます。最高でね、2350円まで安くなるよ。
そしておじいが、絶対におすすめしたくない303ZD です。これはあの YouTube の動画が、もう速度制限がかかってまともに使えないやつになります。これ間違えて借りたらいけないよ。これはね、あの4000円になりました。けはい。そしてその下にある今回皆様に見せたのはこのモデルになります。世界86カ国 4G LTE、 ね、1日500メガバイト、ね、で500メガ使ったら速度がね制限されます。ここのところに書いてあります。はい、ここね、ここのところになります。毎日の規定容量500メガバイトを超過した場合、一旦通信速度が 128kbps に制限されますが、翌日台湾時間になると Wi-Fi 端末を再起動して再び500メガをご利用いただけますということです。それで日本と台湾の時差って確か1時間じゃなかったかな、違ったかな、台湾の方が日本よりも1時間遅かったような気がするので、日本で言ったら日にちが変わって1時だね、うん、1時になったらおそらくリセットされるんじゃないかな。ちょっと違ってたらごめん、これ誰か違ってたら教えて、日本と台湾の時差ね、ちょっとググった方が早いかな。日本、ね、台湾時差、あ、そうだね、東京は台湾より1時間進んでいますってことなんで合ってたね。台湾の時間で日付が変わったらリセットされるということなんで、日本の東京の時間の方が台湾よりも1時間進んでるので、だから日付が変わった1時間後ね、1時になったら台湾がちょうど12時なので、12時が0時なんで、そこでリセットがかかります。毎日毎日夜中の1時になったらリセットされます。そしたら24時間で500メガバイト使ったら速度が 128kbps に制限されます。そういう内容になります。それで、まあ今ちょっと、動画をね、元気なおじいの動画は今ちょっと再生中なんだけども、今こんだけちょっとほんの 1,2 分あんま変わんないね。動画の再生を今してる分にはそんなに変わらないというか、まだおじいの動画1本終わってないけど、はい、 152.58 メガ、ね、だからね、今まあ、約50メガぐらいってことだね。で、今元気なおじいの今速度測定しただけで100メガちょっとだったでしょ。で、今元気なおじいの今ちょっと縦モードになったから、今何分だろう、今5分、いい、皆さん iPhone5 で 720p の画質を今5分再生しました。5分再生したら50メガバイト使いました。ってことは50分の動画を見たら500メガバイトだね、多分。そうでしょ、5分で50メガだから50分で500、そうだよね。元気なおじいのコメント返信雑談とか雑談談を1本見れないってことになります。で、残念、これは元気なおじいのね、ダメだね、最低でも1時間ないと見れないから、おじいの動画はね50分しか見れません。だからこれ画質を落として 360p とかね、あと200いくつぐらいに落とせば、まあおじいの動画を1本ね、まあ、1日何本も出してる中の一番長いのがコメント返信雑談とかだからね、それを1本見ることができます。だいたい使用の目安としてはそれぐらいです。で、速度測定をしたりとかね、なんか使っちゃったらどんどん終わっちゃうだろうし、あと LINE とかそういうのでなんか通話したらもっと食っちゃうんだろうね、きっとね、ガンガン使っちゃうんだろうね。
だから1日500メガバイトってどんな使い方したらいいんだろうって思った時に、まあ、メールの受信とか、あとまあツイッター、まあ、DM とか、そういうやつだよね。で、インスタとかさ、ああいうの見ちゃうと、ほら、動画とか写真がどん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 、あれがすごいダウンロード食っちゃうから、ちょっとね、インスタは1日持たないね、500メガだとね。やばいよね、これ。まあ、そんな感じだと思うよ。もう本当に緊急の連絡手段と思った方がよろしいんではないでしょうか。ね、だいたいもう文字だけ、LINE の文字だけとか、Twitter の文字だけとか、そういうので、まあ、1日やり取りがあるとしたら、まあ、それぐらいだよね。500メガバイトっていうと。まあ、これ、世界 Wi-Fi、まあ、どこかに行った時にね、今ここにいるよってスクショパンって送ったりとか、ね、今無事だよとか、これからご飯だよとか、まあ、旅行しながら安否確認よってことなのかな、こうなるとね。他何にも使えないよ。ちょっと、ご飯でも食べながらね、今日のおじいの動画見ようしたって一本見れない。やばいね、これね。あっという間になくなっちゃうよ。あ、電源。あ、電源。よいしょ。あ、来た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 。はい。そんなわけでね、今現在195メガ使いました。ね。まあ、YouTube の場合は、なんていうの、読み込んで、ちょっとしたら読み込んで、ちょっとしたら読み込んでって、こういうタイプなんだよね。まあ、一気に、ぐる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 っとはメタは上がらないけど、まあ、大体こんなもんです。ね。ひゃー、いかがでしょうか。で、ただ、使い勝手はめちゃめちゃ簡単です。普通のレンタル Wi-Fi と使い方は全く同じです。で、大きさと重さがこんなに違うので、ね、かなり重たいです。ただ、バッテリーの持ちはね、すごくいいからね。で、まあ、気になるこの本体なんだけども、型番を見てみると、ちょっと分かんないな。これ、よいしょ、取ると確か出てくるよね、グローカルミーはね。裏側に、あ、確かね、本体のあれとか、これどう、よいしょ。あれ、グローカルミー U2 とかと違うのかな？ここペコって取って刺すと思うんだけど。あ、違うね。ここの横に刺すことになってるから、これパコって取れないんだ。おそらくバッテリーになってんだ。これ、ちょっと待ってよ。その他、ちょっと待ってね。あとね、あ、USB のテサリングなんだ、これ、USB は。こんな感じ。ね。上からホットスポット、ブラックリスト、アクセス管理、で、言語、アップデート、で、SIM 管理、データ容量の節約、その他 USB テサリング。あれ、アップデートなんのかな、ちょっとそれ興味あるね。アップグレード作業は、あ、ピンとこねえな。アップグレード作業は、データ通信を利用しますってことだよね。で、これ、Wi-Fi。これ、まあ、Wi-Fi。あ、今、Wi-Fi 来ちゃったってこと？あ、他の Wi-Fi、つ なげるってことね。テサリングって、そういう意味なんだね、これね。それはいいけどさ、Wi-Fi をオンにしてくださいな。ちょっと待って。よいしょ。アップグレード、アップデート。バージョン情報。あ、最新バージョンってことはね、これね、最新バージョンになりました。じゃあ、アップデートの必要がないということになります。それで実際問題、この、商品名はどこでわかるのかな。グローカルミーなんとかとか、下がないでしょ。その他かな。システムバージョン。名前がないね。
あ、G3 って書いてあった。ロジクル。ロジクル。よいしょ。あ、見えるみんな。ほら。端末 G3 って書いてある。ね。これで、この端末はグローカルミー G3 ということが判明しました。で、画面解像度が400×800。これもっとよくできるのかな。あ、変えらんないね。変えらんないね。はい。まあ、それが分かっただけも、まあ、いいよね。はい。今回はね、視聴者様の疑問でもあったんだけど、これはグローカルミー G3 ですかっていうね、まあ、質問が来たので、そうだね。まあ、見た感じとかバッテリーの容量とか、まあ、なんとなく、G3 に似てるけど、でも、まあ、無責任なことは言えないからね、っていうことで、で、一応、レンタルしてみることにしました。うん。これで判明しました。これは間違いなく、グローカルミー G3 の本体でございます。ね。アンサーです。それでね、あと、これ今何に使ってるのかな？よし、今 Wi-Fi 切ったりしてたから、よいしょ。ちょっと待ってね。多分なんかね、違うのに切り替わってる。サンマリオン Z T になってる。何にも進まなかったから、あれと思って。今 Wi-Fi オンオフってやっちゃったから、切っちゃったんだよ。全然進んでなかったから、一応グローカルミーにして。あと、これ見てる皆さん、このグローカルミー G3、1日500メガバイトなんだけども、一応4日間これをね、レンタルします。で、今日が何日だっけ？今日5日だっけか？今日5日だよね。で、これはおじいの使用開始が6日からなんで、6、7、8、9日まで使って、で、10日にポストに入れてもいいよっていう、そういう契約です。だから今日はおまけなんだよね、ウォーミングアップ。ね、そういうことになります。スタート日は6日からです。6、7、8、9とね、この4日間レンタルしてます。違う。ごめん。3日間だ。これは後から申し込んでやした。ごめんごめん。最初に申し込んだのは、あれだよ。130何国使えるやつで、それを4日間の申し込みだったの、間違えてね。そうそうそう。で、これは3日間だから、6、7、8の3日間だけ借りています。この3日間の間に、これを使って検証してもらいたいことがあったら、おじいに遠慮なく言ってください。ね。で、あとね、ソフトバンクのサンマリオン ZT と、あと Y モバイルの603HW と一緒に持ってって、例えば、海岸のとこに行ってね、一発やってくるとか、で、これ500メガバイトしかないから、そんなできないじゃん。さっきも見たように、ね。速度検証、3つやっただけじゃん。3つやったから、これで行ったのは3回だけでしょ。3回やったらもう100メガだって、1回やるたびに30メガ使うってこと、結局。そういうことだよね。3回やって、パッと見てみたらもう100超えてたから、これで3回使っただけだからね。で、それぐらいなんで、あんまりあちこち行ってはできないんでね、1日1箇所ぐらいしかできないと思います。ね、で、今、動画は、つながったんで、動画は再生しないようにして、今、195で止まってるんで、あと300メガ使えるので、一箇所どっか行ってね、やっていきたいと思います。任せてちょうだい。ね、で、お昼、今、12時52分で、おじい、今、2つね、同時に、今、プレミア配信してるんだよね。で、その今、プレミア配信で、こうやってね、今、コメントもらってるんだけど、コメント返信できなくて、ごめんね。おじい、一番最初にね、おじいは今収録中ですって今書いておいたけどもね、こんな感じでございます。もうおじいは1分1秒ね、皆さんとのコミュニケーションも楽しみたいなと思って、お昼ご飯食べながら、皆さんとコミュニケーションを取りたいなと思って、12時15分に2本予約したんだけど、このグローカルミー G3 がやってきたので、本当楽しみに待ってるねっていうコメントもらったんだよね。おじいは最優先してこちらの方をアップさせていただきました。で、今から、これを持って表で速度検証比較をしてくるので、またおじいはこの場を離れるのでね、ご了承ください。本当ね、今日は本当コミュニケーションできなくてごめんね。こんなわけなんで皆さん事情ね
察してご勘弁ください。そんなわけでグローカルミー G3 が到着したよというお話でした。で今回借りたこれはね世界86カ国で使える Wi-Fi です。このまま持ち歩いてね世界どこでも使える状態になってます。でレンタルしたい方は1日849円ですね。1日849円出せばこれが借りることができますね。まあ、だから1ヶ月借りたら結構いい値段になっちゃうけどもね。だバッテリーがねものすごく容量が大きいんでこれ確かね、もう1日じゃ使い切れないと思うよ。というか、まあ、500メガ500メガしか使えないからね。はい、どうですか。まあ、今回はね開封式となりました。あとはもう皆さんのリクエストを見ながらいろいろあれこれしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。おそらく iVideo でこの世界 Wi-Fi ね、この1日500メガバイト、これのやつの検証多分第1号じゃないかなって思いますね。この情報がね、ちょっとでも暇つぶしになったよって方は、グッドボタン押してくれれば、おじいの励みになります。ね。それでチャンネル登録まだの方はね、もしよかったらチャンネル登録をね、本当によろしくお願いします。ね。よろしくなくてもね、チャンネル登録をお願いします。ね。おじいはね、iVideoの商品だったら、皆様からのリクエストがあれば、即座にレンタルをして、そして何でもね、検証したいと思います。で、今この手元にないのは 601HW ね。で603はあるでしょう。で、まあ、303で 501HW ね、それぐらいかな、他ないよね。うん、だないものがあるので、こちらの方も今現在どんな感じか知りたいっていうね、新しいチャンネル登録者さんが増えたので、もし今現在の最新情報を知りたいというリクエストがあるならば、元気なおじいはすぐじゃない、ごめん嘘ついた、水曜日か日曜日に事務手数料無料の時に注文をして、で1ヶ月借りて、それで皆様のこの疑問をね答えるべくして、検証をね何度でもおじいは行いたいと思います。 iVideo のことだったら何でもおじいが検証しますね。皆さんがの不安を解消します。どれぐらい使えるのかね、無茶してね、速度計速度制限食らっても大丈夫です。おじいはちゃんとメインで使えるサマリオン ZT を持っているので、痛くも痒くも何ともありません、ね。もう来た当日に速度制限なっちゃったってしてもね、おじいは全然大丈夫です、ね。皆様が支援してくれて、元気なおじいの紹介で iVideo 入ってくれるおかげで、おじいにはね、そのポイントが入ってきてます。そのポイントを使って借りることができているので、皆様のそういう応援を皆様に情報として還元するのでね、遠慮なくおじいに言ってください。そんなわけでね、3日間ね、あと3日間、明日、明後日、明後日と検証ができるので、遠慮なく何でも言ってください。以上、おじいでした。またね、バイバイ、ぴょぴょー、最後まで見てくれてありがとうね、ありがとう、ぴょ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 ー、ラジクルメ。